ビーガンですと、シューソー、ヨルト、ヨルト。結構有名な話なんですけど、水のペットボトルに牛乳数的に出して、下から iPhone とかのライトを当てると、即席のライトになるみたいな。見たことあるね。こういうの災害時に役立ったりして、すごい便利な裏技だと思うんですけど、生み出す側になりたいなということで、今回ですね、お題の何かを与えられます。それを使って全然別の用途を開発してきていただきます。まあ、いわゆる単用途のものを多用途にしてきていただきます。はい、この引き出しでですね、おお、なるほど、そんな用途があったのかって思われたら、多用途の札がポン。女性なんだ、なんだ今回はね。3人の審査員の方に並んでいただきまして、はい、多用途札が2個以上上がれば多用途としてもらえます。はい、逆に2個以上多用途じゃないような札が上がってしまったら、それはもう多用途じゃないということで、その人の挑戦はそこで終了と。でどっちの方がよりそのものを多用途にできたかで勝った方と、もう1個別のもので戦っている2組がいるわけですね。はい、そっちでも勝ち残った人がいます。でこの勝ち残った1人にもう1個新たなお題を与えて、ここで勝ち残ったやつが東海オンエアの最強多用途王ということになります。出せるだけ出してくださいようにすると、最後の方は出がらしになって微妙ってなるからこその札制ですよね。そう、どこかでお互いやべえ頼むっていうのが出てくるんで、そっから本番だから、そっからなくなってからが本番なんで、今回はりょうさんにはものを考えてもらって、まあ、審査員もやっていただくと。はい、はい、なのでこちらの4人で戦っていくんで、はい、まずはこちらでトーナメント2期を組みまして、俺の中で今順番を決めたんで、 ABCD 好きなように、はい、言ってください。 ECA DCAB になりましたんで、 D と C の人最初当たります。じゃあ、トシーズ、俺とトシーズ、俺とトシーズ、はい、トシーズ、トシーズ、夢虫の戦いです。なんかこう、パリオリンピック並みのちょっと言わんつきです。じゃーん、ミュージュープラス。じゃあ、今回何を使って戦うのかを教えていただきましょう。そうです、はい、じゃあ僕の中で A と B 決めました。じゃあ、俺とトシーズが戦うのは A のもの、こちらです。うわー、出た。牛乳パック出ました。もう牛乳パックを切り開いて丈夫な紙にしたら無限になっちゃうじゃないですか。そうですね。これってどれくらい原型を残しておいたらいいんですか。半分ぐらい雰囲気残ってるな。あー、ね、なるほどね。それも含めて判断してみましょう。物ボケちゃいますからね。もちろん。当たり前だよ。物ボケだったら物ボケにタイトルなってますから。当たり前だって。じゃあ夢虫の戦いもの、はい、教えてください。夢虫はこちら。なんだこれ。お、靴下が靴下ね。いい方に当たったんじゃないかな、なんとなくだけど。こっちよりはまだ、まあ、確かにね、まだね、原型の残し方は分かりやすいしね。さあ、東海オンエアの多用途法は誰だ。コメント欄で予想してみよう。急に。さあ、多用途トーナメント本番がやってまいりました。はい、今回そちらにいらっしゃる3人の審査員の方々に判定していただきます。今赤い札がナイス多用途、そして裏の青色がノット多用途ということで、哲也が「すまん、1週間待ってくれ」って言って1週間延長したので、僕は今日した。ねえ、じゃ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 、ホントに1週間待ってくれ。じゃあ本当に時間がなかったし、あの日はね、泥棒ぐらい大きいぞ。なんかさ、大きいでしょ、大きいのがあるの。なんか哲也だけさ、披露しましょうみたいなテンションで。天才なんだからね、お前。天才なんだこのやりにくい現場は。どういうことだ。お前サンタクロースじゃねえか。うわ、すごい、これは嫌だわ。あんま見ないね、マジで。今回ですね、もう1回表1回裏とかないんで、最初でもし初めてが一発目いきますって言って終わったら俺の勝ちになっちゃう。とにかく東京が有利だと思われます。最初はグーフジャックポイ。うわ、やばいわこいつ。何じゃんけんしただけや。動画を私物化すんなよ。高校選ばせていただきます。アンパイなんですか。言った方がいいですね。かぶったらもうそれは使えないんでね。じゃあしゅんさん、はい、1個目お願いします。こちらね、牛パック。ビールパックっていうのは、いわゆる防水の紙なんですよ。何が言いたいかっていうと、中のものが乾燥しないということなんですよ。見てください、こちら。あー、あれがないなって時に、こいつで、こうやってね、ウェットティッシュの入れ物でいけるんですよ。こちら、牛乳パックを多用途化してませんか？せーの、多用途。おー、特性を利用されてますもんね。そう、特性をね。いつそのウェットティッシュの中身だけのことがあるんだっていうのは思いますよね。そうね、めっちゃ吹いてんな。
はい、もう一番シンプルです。牛乳パック1リットルの全てこの形です。はい、こちらね、なんと正方形なんですけども、ここがちょうど7センチでございます。つまり、あー困ったーって時にこれを使うことで7センチ、そして14センチ、21センチ、間違いない7センチ定規になります。え、1個目がそれ、お前間違えてない？え、どう、え、大丈夫でしょ本当に大丈夫かな、わかんないけども、はい、決まりましたか？はい、はい、せーの、オーラミー、オーラミー。まあ正直定規はあった、まあ定規っていうか直線引き。じゃあもう1個ちょっとや、1個潰せたのはでかいかもしれない。いきますよ。お、2本きた。はい、こちらの牛乳パック1リットルですね。はい、1リットルってことは1000グラム。はい、そうです、その通り。水を入れて、そうするとダンベル、これダンベルで大きなトレーニングができないですけど、もうこのキープを1日に5分やるだけで二の腕がシェイプされます。以上です。はい、いいですか？はい、はい、せーの、え、お、危ない。2-1、ギリ通りましたが。そう、そっか、危ない。和島さん、これはさっきのその7センチはペットボトルとかちょっと代用難しいじゃん。意外と7センチでこう出ない、同じ系統でね。そうけど、これはなんか他にもあるから、なんかこうちょっと弱いな、介護感ってことですね。そうそうそう、まあでも全く別の用途として使えてるなという判断でした。カルシウムとタンパク質のダブルパンチ。はい、こちら飲み干した牛乳パックなんですけど、お、はい、こちらのね、形状パカッと開けるとね、なんとも広い口が開きますよね。出すだけじゃなく入れるのにも便利ということでね、ここに水を入れまして、なんとここに竹串でちゃちゃっとね穴を開けますと、なんとじょうろに早変わりでございます。このね、はい、斜めのこの辺がまた絶妙にいいんですね、出具合としてもね。いかがでしょう？せーの、おー、ありがとうございます。めっちゃ不安なの、ここ。デイちゃん結構さ、危ない柱になってるよね、さっきから。いや、ここ最低限取っとかないと、これは。3発目、休みの日になるとやっぱりちょっと財布とか持って出かけたいですよね。それはそれはね、カバンがない、カバンがないけど、これで、こうやってかけて、行っちゃえば小物入れになって、ちょっとしたコンビニぐらいは行けますよね。さあ、どうですか？お上げください。せーの、おー、ちょっと意見聞いてみましょうか。俺一発目ではあることない？だってやらんやん、あれ。絶対他にいいもんあるもんね。あれよりはマシなもん絶対あるもんね。本当にこれはもう審判の方々それぞれの基準があればそれでいいので。こちらの牛乳パックのやっぱ良さは、まあ、先ほども言ったこの斜め、そして簡単に開けたり閉めたりできる、はいはい、これがやっぱりね、良さ。ここにですね、ちょっとしたこの切れ込み入れることで、なんと貯金箱に早変わりいたします。貯金箱の良さ、それは入れやすさ、貯めやすさ、そして出そうと思えばいくらでも簡単に出せる、これがやっぱり貯金箱の大事な要素なんじゃないかなと思います。これができるのは牛乳パックだけ。せーの、おー、危ない。いや、もう物を入れるのはやったって。いやー、そっか、もう入れ系に厳しくなってるんだ、この世の中。さあ、この戦いも大事ね。こちらの牛乳パック、はい、飲み終わると空になってしまうんです。はい、で見てください、ここ開きますよね。ここ開けるじゃないですか。そこが味噌。こちらの牛乳パックに iPhone をセット、そして音楽を流すと、抜いたりさしたりしてください。抜いたりさしたり、そうですね、抜いてみますよ。明らかな音量の差に驚くやがれ。いきますよ、いきますよ。入ったら入ったってくださいね。やっと、待って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 、ほら、ちょっと待って、もう一回言いますよ。目つぶって、この音量覚えましたね、うん、はい、いきますよ、はい。
待って待って待って、おいすごいでしょ。いいかね。あでもまあなんか惜しい、まあ、これほんと審査員次第ですね。さあ牛乳バックスピーカーどうですか。せーの、これで音量でかくなってたらマジですごかった。そうだね、耳ピカだった。シンプルに音が変わってないから対応できてない、ね、使えてない、両方できてないですよ、くせということでこの瞬間哲也決勝進出。よし、いいやったけどね。ちなみにあと何個ある。いやだってあとこんだけもない。さあサンタクロースじゃねえかよ。めちゃくちゃいろいろ考えて頑張って獅子落としとか作ってやるやつ。嘘だろお前。そうだよ、高さとか場所計算して獅子落とし作ってやる。あーとまあ後半だろうなと思ったんですけど、これおご家庭でこれあってもさ全然気にしないでしょ、はい、で息子がちょっと部屋で牛乳飲むわって言って持ってっても気にしないでしょ、うん、実はこれ天外れなんですよ。これ入れやそれはダメだ。あの MD 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 これ見てください、 MD 懐かしいですよねこれね。懐かしい、ね、懐かしいですよ。先ほどあの7センチって言ったんですけど、 MD のサイズが 6.8×7.2 らしくですね、これに入れるとちょうど縦が出るんですね。なのでこれをこう開くことによってこうやってごらん。見てくださいこれ。これは家でも許される。許される、まああともこうおみくじとかやるね。おみくじあるんですけど、パーカーのさこの何これ、一切暖気が漏れないこのあったか手袋付きパーカーね、このは手袋手袋結構あったかい。最後唯一これだけちょっとほんと見てほしかったってやつでいいっすか、はい、出先でやっぱり困ることありますよね。今はちょっとおしっこできない場所だな、でももう我慢できない、そんな時ありませんか。そんな時はこちらション漏らし耐久ズボンでございます。これね開いてたらもちろん危険ですね。しかしなんと閉じることによって1か2回耐えます。いいですか。えダメだよ、いきますよ。え閉じないの口。あ閉じました、これこう閉じてないって、牛乳の密閉力なめちゃいけない。いきますよ、気づかないと思います。なんと今僕はおしっこをしています。ジョーロンだって。いいことよ、片付け。大丈夫大丈夫、こうやっちゃった、マジだ。エンジンアップ、ドカンから死んでくれ。めちゃくちゃ違ったねこれ。ダメだマジで。おい、はい、靴下部門先行後攻決めてください。最初グーじゃけっこい、はい、ポジション、まあここもらえ、あ、わかりました。じゃあ先行で山田さん1個目お願いします。はい、はい、こちら普通の靴下ですね。これでもこのあるとこを切ればちょっといろんな使い方ができるんですね。はい、ちょっと先端とかかとの方を切りまして、手にこうはめ込めばこうやってあればなんとアームカバーになるんですね。どうでしょうか。せーの、よーと、おー、素晴らしい、素晴らしい。僕も一番のところでした、やっぱり。でもそうだよね、そう、この湿布を貼った時にベロンってめくれちゃうから、あ、なるほど、切って湿布を押さえにできます、そうでしたね。大掃除するときにね、掃除しにくいなってところあると思うんですけども、窓のね、サッシみたいなところ、うん、あそこに砂が入っちゃうとね、ガタガタって手つき悪くなっちゃいますので、じゃあなんかあの歯ブラシとかでカシャカシャやるか、割り箸にティッシュ巻いて輪ゴムでやるか、チッ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 、もうこの使い古したこれ、はい、ここに手を入れて、もうこのままこうやって掃除しちゃえばいいんですよ。おー、はいはい、で、終わったらもうこれままっぽい、どうですか。せーの、はようと。ありました、ありました、掃除はね、はいはい。まあ、靴下ってこの相方がいなくなって片方だけになった時とかあるじゃないですか、はい、その片方の方を再利用しました。中にこれ小豆を入れるんですね、はい、で真ん中でこうやってねじるわけですよ。こう半分にしてねじって、こうレンジで30秒温めます。目に置いてくださいこれ。おー、目温めるやつとして再利用できるんですよ。何回でも使えます。どうでしょうか。せーの、はようと。おー、なんかいいなぁ、スムーズにいけていいなぁ。まあ、今からやるライフハックは非常に有名なので、もうご存知かもしれませんが、一応ね、ちょっと皆さんちょっと小銭を僕にくれませんか。大金出てきた。これはもう本当に緊急時に知ってるか知ってないかで変わってくるんじゃないでしょうか。気のみ気のまま普通に外出してる時に襲われてしまった、この時にこの履いてる靴下脱いで
ここに小銭を入れます。もうあとはお察しの通りです。これ先端もただの金属の塊です。わあ、そしてこれでもし人殺してしまった場合は小銭をですね自販機とかで使っちゃえば凶器もなくなります。いや聞いたことあるんだそれ、はい、コナンで出たなそれ、カラオケボックスででございます。はい、せーの、多用途、はい、いや全く同じやつ用意しました。おー、あるんですか。キッチンに石鹸の置き場所って迷ったことないですか。どこに置こうかなってなった時この余った靴下使います。中に入れるんですよ。おー、はいはいはい、でこの靴下の長さを利用して水道のところにこうやって結びつけとか、はい、手洗ってる時にこれこうやって、あーあー、学校みたい。そう、学校のあのネットみたいに利用できます、うん、どうでしょう。せーの、はよーと、はいはい、あ、これはねめっちゃ靴下いいやん靴下全然違う。めっちゃ左出したね、頑張って。なんか面白いし綺麗だな、見れる。もうこれもドベタですね。まあちょっとこれは常温なんであれですけど、やっぱり今の時期冷たい飲み物とか持ってると結露したりになっちゃいますんで、まあ、この子に靴下履かしてあげよう。こうやってやるとペットボトルカバーになりますし、いや、素晴らしい、自分のやつだってすぐ分かります。はい、せーの、はよーと。いや、すごい。わー、なんかこれ思うよね、質高いですね、靴下組。じゃあ皆さん、キッチンとかの排水口掃除してる時に生ゴミとかがこう溜まっちゃってすごい嫌な思いしたことあります、はい、あります、ありますよね。それを靴下で解消できるんですよ。こうやって靴下をここにはめちゃうんですよ。中にこう生ゴミが溜まって、まあ、捨てる時もこれペロンと外してこれでもう濃いですよ。生ゴミを溜めるこのネットとして靴下を再利用します。せーの、おー、ちょっと怪しくない、ちょっと怪しくないね、ちっちゃい頃やったことあると思います。こうやって、うわ、懐かしい、懐かしい、こうやって丸めちゃうわけ、はい、これドーナツですね。まあ、ベタにいきましょうか。チャ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 チッチッチ、よいしょ。鍋がでかすぎるのあれですけど、まあ、ちっちゃい鍋とかのね、あの袋ラーメン作るようなやつの試し器、そうできるんじゃないですか。せーの、はようと。おお、まあ、通りました、おめでとうございます、うん、シンプルに燃えちゃうんじゃないかなって、熱すぎて、そういう素材じゃないじゃないですか。もうでも通ってる、まあ、もう通ってるから、余計なこと言わないよお、まあ、中に消臭ボールみたいなやつ入れてもらいますよ。半分ぐらいかな、ね、出ちゃいましたけどね。こっちも入れてもらいます。上の部分を結んじゃいます。こう結んだら2つこうできるじゃないですか。これがスニーカーだとしましょう。こう入れれば消臭ビーズで匂いとりにもなるという入れ物にできるという使い方ですね。せーの、はようと。はようと。しぶといね。ちょっと長さが微妙なんですけど、首元を冷やしたいよ。この時ですね、この保冷剤をここにまあ入れてですね、でここも口になんか適当に輪ゴムとかで縛っちゃって、これもんですよ、気持ちいい。せーの、おー、かしゃー、よし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 、あー、そうだよな、いいけど、あずきと同じかなっていう。そっか、まあ、いらなくなった靴下ってどんどん出てくるんですよ、はい、破れちゃったとか、まあ、そんな靴下って大量にあるとしましょう。靴下ってやっぱりどう考えても伸びるんですよ。これを利用したね、どう考えても伸びるんですよ。これを全部中に突っ込んじゃうね。そしたらもう先端にこうやってなんか集まって、こうワンちゃんいる家だったらこうおもちゃになるわけですよ。これお先端をかまれてる時にこうやってあっほら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 ってできるおもちゃに早くおり、どうでしょう。あー、なるほど。せーの、はようと。この靴下って今この形、ここにくぼみがあるじゃないですか。ここに卵を入れますね。ちょうどはまるわけです、ここに。ここにね、かかとにね。そう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 。で、これをこうやってやります。で、これ結構やります。ここやるとどうなるしてます。結構時間かかるんであれですけど、白身と黄身が入れ替わります。痛い。茹でれば逆になる。逆になってますね。あ、っていうのをやるためにこの靴下が使えますよ。せーの、はようと。本当ではあります、これは。へー、先生実際にやってみておいて。おー、簡単に言うな。実際に茹でて作ってくれ。おー、謎言っといて、ええの、これじゃないんだよ。皆さん、お茶飲みたくなる時あるじゃないですか。ありますよ。お茶飲みたい時に、これがあれば普通に飲めますよね。でも、これが
なんだったら茶葉そのまま入れて茶葉ごとゴクゴクいっちゃうだからすごい嫌じゃないですか。まあこれ非常に長いのでかかと上ぐらいで切っちゃいますこれ、はい、この中にねこう茶葉入れちゃうわけですよ、はい、でこの中にお湯入れるんですよね。茶葉っとでこれで5分ほど待っとけば飲みたかったお茶が飲めるようになるんですね。なるほど。どうやですか。はい、せーの、のっ。あーこの瞬間イーバル敗退と虫メガネの勝利や出し切りました。これはあったもん。あるんだけどさすがにまだだと思ってた。俺もちょっと出し切っちゃったな。なんだこれ。いろんな柄あるからこうやってもいけるよねっていうねやつだったんだけども全然立たないんだよねこれ来て他にありますか。もうここから先はいつ死んでもおかしくないんですけど、まあ、うちのテーブルガラステーブルっていうかポンって置くと気づいちゃったからこうやって丸めて、まあ、吐かせてあげると傷つかなくなるよ。あとこれ耳あったかいよとかのかのよったなそれそんなもんかな。出し切りました。はい、うん、いや名勝負ということで、対応とトーナメント、ついに決勝進出さんがまた物が変わるわけですもんね。そう、今回は僕と虫さんに新たな物が与えられて、はい、それで決勝戦を行います。さあ、審査委員長、僕たちの決勝のお題を教えてください。決勝戦のアイテム、はい、こちらです。おお、なるほど。1ヶ月もらっていいですかハードルがぶち上がっちゃうけど大丈夫。アンガーで決定。アンガーかー。アンガーねー、これはすごい。対応等をかけてね、最後に全力で戦いましょう。決勝戦。決勝ということでね、戦って決めるという手もあるんですけど、はい、まあ話し合いで決めるって手もありますよね。そうですね。でもなんか牛乳パックよりかはやりやすかったのかな。どうなんだろう。牛乳パックがどれだけ幸せかってことが分かりました。おお、じゃあ本当の決勝戦か。本当にそうね。だからあの、うん、こういう戦いになると思わないでほしいね。うん、ワクワクしてきた。あイクト君が買い出しに行ったということで激しくなりました。決勝戦も選ばれし者ですよ。実際変わる感じもねまたいいですね。じゃあ行きましょうか。はい、最初グーテイクボイアイコンショー。高校をもらうぜ。ここは先手引っ張り負けてるよ。もうのっけから最強カード出すしかないですね。いやもうそういうことだよ。皆さん自宅でね、まあ、テーブルカウンターとかちょっとした物置みたいなとこあると思うんですけど、ちょっと物がいっぱいでこの飲み物置きたいのに物いっぱいで置けねえやみたいなね場所あったりするじゃないですか。そういう時にハンガーがね、なんとちょっと先端をグイッと外に広げたものが2つあるだけでですね、仮に今回この MacBook をものとしてカウンターがパンパンだって時はあらかじめハンガーをその下に置いておきましょう。もうハンガーで薄っぺらいんでもうほぼ気になりません。そしたらこうやってね、こうやって横にいる時に、あ、そうなんだよな、ちょっと俺とか言ってくるわ、あ、もうパンパンで置け、あ、こんなところにドリンクホルダーになるんですねいかがでしょうか。いいですか。はい、せーの、うわー、おー、しかしこれは俺の最強カードお前、本当か。今の最強カード明らかに確定に取る最強カードこれだね何やってるけど、ほな待っとけ。ドリンクホルダーだったんだ。じゃあ続いて私、皆さんね、南海トラフ地震怖いですよね。怖いですね。いつ来るかわからない、しかもねこの地域特に大きい地震が来ることがもう確定しているということで、もう避難所に行かなきゃいけない。そしたらね、もうトイレもちゃんとあるかわかりませんよ。そういう時にね、トイレットペーパーどうすんだよと思うかもしれませんが、ハンガーさえあればね、このトイレットペーパーをですねここにこうですね。そしたらなんと、トイレットペーパーを使ったんですね。せーの、はよーと。インターネットを調べ回ってパクったんだよ。まあこれも非常にシンプルですけどもね、子供たちと遊んでる時にね、一番こう簡単に盛り上がらせるのってやっぱりシャボン玉だと思うんですよね。その時こうちっちゃいやつでフッってやってるとね、もっと大きいのが見たいとそう言われるわけですね。そんな時はよくあるシャボン液をバーッと、なんと先端を軽く折り曲げたこちらのハンガー、これをこうつけるだけでですね、驚くことの中でほわっ、おお、それのが思い浮かぶけどな。すごいなるほどね。いくぞ、あの準備したシャボン液全部捨てとけやっぱこれはあるよな。
まあハンガーっていうとね、何をするものですか。服をかけるものです。そうですよね、服をかけるものですよね、はい、服をかけるのが用途ですよね。はい、それしかないですよね。そうですね、そうなんですよ、服をかける用途しかないんですよ。だから違うものをかければもうその時点で多用途と言えるのかもしれませんね。ハンガーこういう風に曲げちゃいましょう。おお、すごい。そしたら何がかけるかって言ったら、おこういうもんがかけれるようになるわけですわ。え、それやるわ、それをやるわ。あーすごいな。せーの、ナイスタイム。なるほどね、帽子問題起きるんです。ちょっと見せてもらっていいですか。いや、いいな、そのリアクションもらいたいな。もう我々30歳迎えて体を鍛えたいなってなるとね、激しい運動よりもまずはストレッチが重要になってくる。はい、僕も特にそうなんですけど、体が非常に硬くてですね、地面につかないんですね。でもこれじゃあね、なんか効いてるの効いてるのかよくわかんない、はいはい、そんな時に使えるのが、実はハンガーです。ハンガーのこのここ持ってください。この状態でこうしますね、はい、そしたら手の力で引っ張ります。さっきよりもかなりここに来てるのがわかりますか。そして私もうちょっといけるかも。そしたら今度はこっち持ってください。そうすると僕これ限界なんですよ、これ、うん、これほんと限界ですが、これをつけて手の力でグッと引っ張ることで、ほら膝曲がってって、膝曲がって。もしこれでね、不満があると言うならもっと柔軟毎日頑張ってみなさいよって話ですね。という柔軟矯正器具2段階付き。なるほどでございます。実践したいんですけど、それはあ、いいですよ、もちろん真ん中でね、その柔軟をやってみなさい。いや、いない、調整器いない。どんなもんかっていうだけちょっと経験してみたら、だから踏んで手でギュッとやりながら、もう片っぽの手をね、どう、もう分かりました。え、分かった、どうなの。やった方がいいかも、やった方がいいかも。ちょっとね、正式にね、審査してくださいよ、これ。ちゃんとこれ体の硬い人にやってもらいたいね。量ギリつかないぐらいの人ね。で、これで矯正器具でもっとやったらもうすごいですよ。ギュッて引っ張ったら、もう手ベタってつく。あー、なるほど。あ、もうすぐ分かった。はい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 。太ももの張り感感じがないね、後ろのね。あ、めっちゃ硬い。あ、こういう風にやってもらいたかったんですよ。プルプルながら前に下ろしていく。2段階目いっちゃう、左手掴んでね。左手掴んで、もうさらにいってみよう。じゃあ一回話し、全部話して、もう一回やってもらったら。何でもいいじゃないかよ、これ。もうやろう。さっきより言ったんじゃないよ、これは。もう別にタオルとかでいいでしょ、これ。いいですか。はい。せーの。ノットだよ。あらぁ終わった。終わった。早っ。本当にやってみてほしい。もうさすがに意味がなかった。ちょっと待って、マジかよ。こんなもんです。硬いですね。こんな人がさ、どう？ちょっと来ない？ちょっと待って。意味がわからない。意味がそうなんだ。なまっちゃったじゃねえかよ。マジ意味ないんだって。意味がわからん、これ。でもわからんな、お前。タオルだったらさ、2段階とか言ってたけどさ、こうやってやって、もうちょいいけるなって言ったら、こうやって2個。おお、なるほど。で、これ上げていくじゃん。足痛いじゃん。痛いんだ。どん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 食い込んでくるから。他でもできるんじゃねっていう伸びとか絡んじゃって、完全なる敗北だ。うわ、もうちょっと虫さん伸びたかったな。いやもう見せられないわ。アリアって持ってきていいかな。見せるだけ見せようかな。もうちょっとまだまともなのあったぞ、僕は。ここはもうちょっと工作しちゃったんですけど、なんか2個束ねてこうしますわ。ほんでこの袋のね、おお、もう分かりますね。こうやってやってどっかにかけて、ちょっと袋ちっちゃいな、これで、こういうふうにやればこうやって、ね、袋ちっちゃいですけど、この握りいらないなと思ったらこうやって捨てれるよ。で、これをこうどっかにかけておけるっていう、そういう捨て方だね。普通にこう2個束ねるだけで、もうえ、哲也くん、どうしたの哲也くん。次これだった。もう次ヌンチャクでしたよ。で、結局や、どうせや、どうせだった。はい。これが、まあ、なんていうの、シューズキーパーみたいなやつ。ここでタオル巻いて、こう、靴に刺しておくよとか。これは、料理作ってる時とかに、本をこう、立てておきたい。ああ、すごい。ブックスタンドになるよ。これは、うわ、なんかこれはこれしようかなと思ったんですけど、これね、こうやってスマホを、いや、すごいね。ワンチャンいてもおかしくないね。こんなもんですかね、玉は。まあ、あと、子供用とかに、このね、簡易的な、まか。ワクワクさんやん、お前。まあ、輪ゴムのやつ持ってこいよ。輪ゴム使ってる。なんかすごそうだね。あれ、え、ちょっと辛いわ。子供用の三振です。三振なんだ。フライング V みたいにしてほしかったな。ということで、3回にわたって試合をしてきましたけども、東海オンエアの多用途オーア虫眼鏡でございます。やっそー。いかがでしたか、今回の大会は。実際にちょっと見てみる。試
自然薯で腸活ね。無理やりすぎかな。参考になったのがあるかって言われると本当に全体で1個か2個あるかないかぐらい、まあ、ちゃんとしたようなものを買った方がいいかもしれませんね。多用途を剥奪剥奪までしなくていいこのフォーマットね、僕気に入っているんで、また予選決勝だって。予選決勝やめろ。勝った人が損するシステムやめい。次回あれかな、頑張って残れた人は負けることができるみたいな。負け残りのサボったら決勝に行ってしまうみたいな怖い戦いちょっと用意してこようかなと思って、皆さんちょっと震えてお待ちください。次に参加するのはあなたかもしれませんよ。また次回の大会でお会いしましょう。さよなら。